お邪魔します。あれ、みんなまだなんだ。春が一番乗りだ。そっか、あ、ならちょうどよかったかも。二人に相談したいことがあったの。うん、どうかしたのか。私、もっとみんなの力になりたいなって思ってて、それで戦力になれるように新しい戦い方を考えたんだけど、ちょっとモナちゃんに協力してほしいことがあって。お、我が輩にね。どうしてもって言うなら仕方ねえな。ありがとう。早速なんだけど、やり方はねっていう感じなんだけど。春、顔に似合わずとんでもねえこと考えるな。あ、無理にじゃなくても別に。いや、付き合うぜ。せっかくの春の晴れ舞台だ。うん、よろしくね、モナちゃん。星さん、聞いてくれるかな。よし、見てて、私、頑張るね。そうだ、春が全然戦えちゃうからつい忘れてたけどさ、仲間になったんだし、ユウスケや誠の時みたいに、ほら。ああ、怪盗のイロハね。教えてなかったわね。よろしくお願いします。やる気あんな。と言っても春の場合、基礎の基礎はもう我が輩が教えてやったしな。他に伝えることといえば、そうだ、フィアンセの彼をやっつけたこと。 あれってお父様の方には悪い影響はないの？それは大丈夫だな。私、それ実際やられたけど全然平気。そうなんだ。つうか、認知症の人間ってやつ、あれ面白いな。春が見てもわかんないほどウリ二つとか、すげえ。たまたまだよ。普通はもっと見た目も歪んでる。鴨志田の城にいた私なんてほんとひどかったし、美術館にいた俺など人ですらなく絵だったからな。そういえば、認知症の私はなぜいないの？どこかにいるのかな？見当たらない理由は、まあいろいろ想像できるわ。どれも多分聞いて気持ちのいい話じゃねえな。そう、暗い想像ばっかすんなって。つか、本人の認知一つで景色も人もこんなに変幻自在ならさ、うまく使えば望みの景色に望みの人間がいるドリーム空間とか作れちゃうんじゃね？やっぱパレス伸びしろあるわ。夢広がりまくるわ。まあ今回は相手が悪くて無理そうだけど、いつか試してみようぜ。はあ、というかこんなやりとりが通じるなら改めて教えることなんて別になさそうね。おい、よし、やるか。頼んだわよ、ハル。うん、お父様の書斎にこれを置く。それでお宝が現れるのよね。予告状に気づけばそうなるな。肉親をやるのは怖いか？本当はちょっと。お前自身の怒りを思い出せ。何をすべきか教えてくれる。決行は明日でいいんだよね。よし、今日は夜更かし禁止だな。泣いても笑っても一発勝負。お前たち、よろしく頼むぜ。